今日も頑張って行きましょう。行った。はい、ということでこんなプレーやこんなコーチ、さまざまなこんなシーンは嫌だの第2弾からやっていきたいと思います。バドミントン界を盛り上げたいアリです。思ったより1個目の動画が反響をいただいて、みんなあるあるだったのかな、知らなくてやってたらどうしようっていうね、一緒にいてよかったですっていう声もいただいたので、試合では勝負をしてほしいですけど、バドミントンをね気持ちよく楽しくね、先生堂々みんなで紳士的にやってほしいなと思うところもありますので、そういうところをそんな人にはならないでねってところを見せていきたいと思います。確かに前回はあれですよね、一般的なちょっと礼儀作法の部分と、そうそうそう、暗黙のルール的な、ね、あと相手に球の返し方とかね、そうそうそう、ああいうのがすごい共感いただいたので、今日は何編ですか、ちなみに。今日は一個はダブルスのパートナーに対する態度とか。確かにこんなパートナーのこの所作なんかすごいうざいなみたいな、ちょっと失礼だなみたいな、これ俺な、うん、しんどいなみたいな、あとこんなコーチはちょっと嫌だな、怖いな、うんうん、っていうところもちょっと入れていきたいと思います。何種類かやりましょう。お願いします。お願いします。パートナーが声を出したら声を出しましょう。いいですね、仲良くやってます。仲良くやってる、確かに仲良くいいプレイしてます。悪い例行きましょう。一人だけ声を出す。ボン、え、戻ろう。パートナーが頑張ろうとしてるのに何も反応しない、これは辛い、これは辛いよ。2人でやっぱ一緒に戦いたいんで、うん、2人で声出してほしいかなと思います。次、パートナーのミスにどうしたとき、パートナーがミスをしたとき、いい例からいく。はいはい、よっしゃ、はい、止まる。まあいいですね、いい例ですね。次にこう前向きにまたね、ミスも気にせずに、うんうん、はい、解決できそうです。悪い例、はいはい、これ本当にいる、いるから、実業団選手とかでもたまに見上げちゃう人、またミスしてなんかしたらどうしようって気持ちになっちゃうから、せめてなんか普通にね、あの次次ぐらいの感じに大丈夫大丈夫って言ってあげた方が、ダブルランナー2人やってますからいいのかなと思います。はい、パートナーが消えましたっていうパターンでやりましょう。いいです、はいはい、どうぞ。これいいですね、これはいいですね、一緒にもう一本取れたりします。悪い例行きましょう。まず設定の質問、最初からずっと不機嫌基本的に、なんかイライラしてます。あと透かしてる人とかもね、よし、もう、はい、よし、よし、雰囲気悪いいるなぁ、いる、どんどん雰囲気悪くなりますからね、うん、今こぼれてますから、今こぼれてますからあるね。ミスジャッジをしてしまったとき、まあ、でも審判が絶対ない、なのでミスジャッジしたときの対応をしましょう。はい、まあしょうがないです、完全にアウトかもしれないですけど、審判絶対なので、まあ、ちょっと聞きに行くぐらいはいいかもしれない、主審の人に。これはまあ、いい例としましょう。悪い。ノーやばいな、これは。さすがに。これはやばい。これはやばい。ライトちょっとね、放っちゃう人がいるので、今やっぱり優しく投げましたけど、本当にこんな声で折ってね、あんといますから。あ、ごめんなさい、先進のいい例。いい例、悪い例あります。
はい、言いましょう。まずはいい例からですね。いい、今のちゃんと見てちゃんといいの、うん、あれ、何ですかそれ。ああ、インか。アウトバージョン。アウトバージョン。いいアウト。アウト。あれ。アウトか。本当にいるんだよな。いるよね、本当にいる。本当にいる。ちゃんとね、やっぱ選手も真剣にやってるわけですから、ちゃんと審判もしてほしい。うん。はい。次。コーチのベンチワークシリーズいきたいと思います。まずいいね。見ててね、気持ちいいし、大事でね、まあ団体が今年も一生懸命お互いやってるのかなっていうコーチと先生だと思います。はい、そう、いいですね、いいですね、これはいい。何周りから見てもすごいいいと。じゃあ悪いコーチ、そもそも生徒の試合見てない。態度悪いですね。態度悪いですね。勝ってても強くても嫌ならね、なんか先生大丈夫かって思われたと思うんで、まあ、コーチとしてもしっかり見てほしいかなと思います。あと生徒がミスってぶち切れ。はい。怖いですね。コーチが顔なしだったら、コーチがパリピだったら、コーチがシャイだったら、最後まで動画の方を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。以上、アーリーでした。